帽子かぶってるよ。それでは夜のシャボン玉やりたいと思います。一応ですね、あのメンバー紹介とかいろいろやっていきたいと思うんですけども、夜のシャボン玉、怪しい名前ですか、お子さんはなるべく見ないようにしてください。刺激が強いので保護者はみんな手を隠してください。それで、その前に、しつこく言いますが、今日1日だけしかできないんですよ。本当は2日間やりたかったのに、ということで、これは主催者側のミスで、こんなことがあっていいんでしょうか。思ってます。で、そういうことなんですが、いろいろね、皆様に愛を提供したいと思います。なんだろう、浸透しちゃった、あれ困った。じゃあメンバー紹介はちょっと、音楽、今回の音楽担当、前回もやっていただいたんですけども、CTO ラボの3人です。よろしくお願いします。岡田さんは、今度11月23日ソロリリース勝手でみんな勝手で、CTO ラボの皆様です。それと、こういう青いスーツ、バブルスーツと私たちは呼んでますが、横浜美術大学の学生です。アンド卒業生のタタ、そして私、隊長の T です。T です。もう嫌がっていいですか、横浜美術大学ですよ。あ、こんなサンドイッチが余計なことを紛れです。はい、早くやれと。はい、すいません。楽しい美しい夜をお過ごしください。皆様のハートをもぐしてマッサージして柔らかく、はい、ではスタートお願いします。
ございました。ありがとうございました。ないですよ、もうまだあと30分後またやります。